そろそろ時間だ。みんなオートロックかな。ちっちゃなトッパあ、どうだって、もう始まってんの。あ、みんなこんばんは。聞こえてるかな。んじゃあまずは自己紹介から。俺はエイタ、またの名クライン大陸大魔法使いの後継者です。今は光のエリアの豪邸エスター邸に住んでんな。今はゲリラ配信中。そうなんだ、今日は俺の誕生日だ。びっくりしたか。ようやく俺がお前たちを驚かせる番が回ってきたぜ。あー、なになに、配信について教えろって。これは俺の世界にしかない特殊な映像魔法なんだ。今ここで説明しろって言われても難しいって。今はまだ練習中だから、うまくいかなくても怒らないでくれよな。今日はちょっとだけみんなの時間をくれ。ここで俺とおしゃべりしようぜ。そういえばエスターの家に来たからもう2回目の誕生日か。時間が過ぎるのはあっという間だな。この期間俺は大切な人たちに出会うことができた。そして何者にも代え難い絆を得られたんだ。みんないつも俺のそばにいてくれてありがとう。俺もみんなに信じてもらえるような人間になるよ。んで、みんなにぬくもりと笑顔を届けたい。去年はみんな俺のためにいろいろ用意してくれたよな。ヤクモとエドモンドの作った巨大カップケーキはマジで巨大で、3日間は食後のデザートに困らなかったよ。それからブレードとエスターがくれた巨大ろうそく、あれはでかすぎてエスター邸に来るお客さんの注目の的だったから、ブレードに小さめのやつをもらったんだ。ちゃんと部屋に飾ってあるぞ。あ、ろうそくの他にもオルビンがくれた星の飾り、あれ匂いはすごくいいんだけど、風呂に入ってから嗅ぐと体が熱くなるんだよな。オリビン、まさかモルフィスから変な影響を受けてないよな。そうだ、この前森に行った時、ガルが魔獣らしき豚を刺して、あの肉を俺は誕生日に食べたんだって教えてくれたよ。帰るとエンテンが苦労して捕まえたんだって。あの恐ろしい豚がエンテンによってあんなうまい料理に生まれ変わるとはな。ああ、森といえば、あの日屋敷で夕飯を食べてる時、ケシーにもらったお守りから未だに新しい芽が出てくるって話をみんなにしたんだ。不思議だよな。そしたらキュウヤが僕がお守りの正しい使い方を教えてあげましょうとか言い出して、次の瞬間俺森の中に転がってたんだよ。夜の森は真っ暗で自分の手の先も見えないほどだった。四方八方から獣の鳴き声が聞こえてきてさ、マジで怖かったんだからな。でとりあえず木の穴を見つけてそこに身を隠すことにしたんだ。自分はこの森そして大地の一部だって言い聞かせながらさ、朝になってケシーが助けに来てくれたからよかったけど、あの夜のことを思い出すと未だに体が震えるよ。今年はレイも誕生日プレゼントをくれるっていうなら、化け狐の変な魔法を跳ね返す道具をくれないか。レイ頼むよ。今思い返すと去年の誕生日は本当に楽しくて、あ、刺激的だった。どのプレゼントも
みんなの気持ちがこもってたからな。子供の時、俺の面倒を見てくれてた人が言ってたんだ。誕生日はこの1年自分のことを支えてくれた人たちに感謝をする日なんだって。確かにその通りだって今なら思うよ。こんなにたくさんの人たちに支えられて、俺って本当に幸せな人間だ。だからみんな本当に本当にありがとう。ありがとうな。本当にありがとう。みんなにこんなに祝福してもらって、俺も誕生日の願い事をしないとな。よし、まずは一つ目だ。一つ目は、今年も万事うまくいきますように。これは大切なことだろ。二つ目は、俺の周りのみんながずっとずっと平和に元気に暮らせますように。これも大事な願い事だ。三つ目は、心の中で唱えるよ。これは俺だけの秘密ってことで。おお、急になんだ、何が起きてるんだ。今年もご主人様のかわいいかわいいエスターちゃんが10000000クラインコインを投げました。はあ、これ一体いくつゼロがあるんだ。あ、いや待てよ、俺たちは一緒に住んでるんだし、俺に投げ銭しても結局エスターの手元に帰るだけなんじゃ。なんか動画が添付されてるな。どれどれ、ニューカーニバルの紹介。なんかこのゲームの主人公俺にそっくりだな。まあエスターがわざわざ送ってくれたわけだし、主人公が俺に似てるってことで、みんなダウンロードしてみてくれよな。エスター PR はこんな感じで満足か。不満があっても文句言うなよ。俺だって配信するのは初めてなんだから。今日は初めての配信だったけど、みんな本当に本当にありがとうな。んじゃ今日の配信はこれくらいで。あ、エスターとモルキツがこっちに飛んできてる。どうしたんだ。おお、なんだって、サプライズバースデーパーティー。お前たちがチャット欄にいないなんておかしいと思ったんだよ。知らなかった。あ、待て待て、まだ配信が終わってないから。みんな今日は見てくれて本当にありがとう。みんなからのお祝いはずっと大切に覚えておくからな。俺はみんなが大好きだ。んじゃ、まったなー。